お疲れちゃんスラットです。今日なんですけども、僕のね愛用していましたキョスケクローンが進化しました。はい、さらなる進化を遂げ新しくなったので、そちらを今日はね紹介していきたいと思います。こちら、吹き矢がホバリング砲に成長しましたね。で、まあ LSP は、まあ一応ミラーというところで、まあほぼ吹き矢がホバになっただけなんですけど、なんか知らんけど、これがグラチャレの勝率ランキングで2位ぐらいに、はい、いました。ランキング上位に入っちゃうっていう。いや、個人的にあの吹き矢型めっちゃ気に入ってたんですけど、ちょっとホバ型もね、ホバがめっちゃいいのよ。そう、キョスケホバなんか飛んでるだけで相手が苦しいみたいな。で、今回も相手が枯渇なんですけど、まじこの強ホバするだけで、あれ相手苦しそうじゃんみたいなのが、すごいね、気持ちいいんですよね、ということで、さあやっていこうかな。いや、クローンがここあれば、マジでパーティーだったよね。さあ、ないので、まあ、ダメージは通らないけど、一応相手のユニット処理できたので、いいでしょうっていう。まあなんか、ファイもない相手にとりあえずホバ最強じゃんっていう話っすよね。そう。ただそれだけ？ただそれだけなんですけども、それが強えねんな。だからホバーリングクローンがもう無限です。で、あとは、このミラーなんですけど、ミラーじゃなくていいじゃんっていうところがミラーなんですけども、あのやっぱホバリングミラーって、ファイボ死なないんですよね。ファイボで。そう。もうバケモンなんですよね。単純に。そう、だからファイボ相手にもホバミラーでどうにかなっちゃうっていうのが、まあこれの良さかな。そう、LSP でホバリング高回転もね、個人的にはすごい気に入ってるんですけど、ミラーじゃなくてね。そう、そしたら高回転のファイボを野郎にね、追いつけなかったですね。そう。なので、あー、マジでこれの安っすね。さあ、ここはフィジカルのキョスケで耐えます。いやー、耐えれそう。え？待って、キョスケ入ってんだけど。これクローンさ、記念にしとく？なんか爆弾2個落とした方がいいんじゃない？はい、ドン。あーい。いや、行かれて欲しかったですけども、さあ、守ってたら、間のタワーが1個なくなってますね。まあ、これも、おー、すごい。クルが落ち着いて、すべてアードです。いや、マジで、キョスケホバクローンですね。やりたいな。行くか。準備を整えます。さあ一旦ここはもう今日出しちゃいます。で、逆サイにミラーキョスケですね。これもなんか何回もやった記憶あるな、ここ最近。よいしょ。はい、これで安心安全の両サイド防衛の準備ができましたよと。さあからのからのね、準備をしていきます。クローンの、はい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 、ロケットうますぎ。マジで。今のロケはさすがにうますぎるんですけども、あんなにだって範囲ないよ。ロケットだってこれさ、6マス、9マス分ぐらいしかないよね。20マスぐらいのやつ、全部飛んでったね。さあ、ということで、まあ、ホバでも、ホバが吹き矢だったらどうなってたかまたわかんないですよね。ウッドでやっぱ行かれちゃうので、吹き矢だとね。まあ、吹き矢にウッド使わすと、スケバレが生きるが、まあ、クローンの強みなんですけど。まあ、これはね、もうファイブ持ってない相手を、ギッタギタにいじめる。最近だとクローンじゃねえな、クエイクか？マイティとかクエイクがね、やっぱすごい流行ってるんですよね。6666！ いいこと起きるやつやん。逆か？さあ、YouTuber。おー、これ幸せなやつです、皆さん。マジでこれ、やばいっすよ。スケバレコウモリクローンするだけなんですよ。今日スケバレコウモリクローンで、なんか知らんけどラバーと切るし、相手のターンもなくなるっていうのが見れます。いきます。8コスいるな、これ。8コスあればいいだけか。はい。これで、あとはもうね、見守りましょう。見守ってると、何かがなくなっちゃいますね、これは。タワーが入る。こういかれつの、俺のタワーは、ほぼ無傷。えぐすぎー。さあ、ホバーは、相手が今回ヤナアメだったので、まあ、ヤナアメザップだったらめちゃめちゃ活躍しそうですね。まあ、ファイボヤナアメの可能性もあるんで、まあ、なんとも言えないですけど、まあ、ここ入るのはしょうがないよね。さあ、これどうしようかな。キョスケで組むよりも、スケバレ、コウモリ、クローンの方が面白いんじガないの？これヤナアメもあるかな？まあ、割ってなかったらもう幸せです。
回ってなかったですね。はい、ザップ打ちますけど。これスキム出してもよかったけどな。いやいや、いや、えぐいっすね。マジで。これが最近なんか幸せかもしんない、俺の生活の。うん、これ以外の幸せがないかもしれない。そんな悲しいこと言うなよって。はい、相手諦めましたね。イージーです。いや、マジで、まあこれは今まで通りですね。ラバに対しては基本的に相性がいい気がします。いや、ホバクローンとかでもうちょいね、いい感じにできるとこのデッキの良さも出てくるんですけど。さあ、枯渇クランって書いてるな。枯渇クランはありがたいぞ。キョスケホバリングクローンして見守るだけです。最初のバレルをキョスケで受けたいですね。ウッドじゃなくて、まあスキップで受けるでもいいんだけど、攻めでウッドを使いたいよね。まあマイティー枯渇じゃないですか。さっきアップリ見たけど、マジで珍しい。本当に結構ガチで、前シーズントロ上げでアウプリなんか当たったっけっていう、雪玉型のは当たったけど、ウッド型のアウプリ、一回も当たってないんじゃないかっていうぐらいの久々のアウプリを見ましたね。さあ、マイティー枯渇だと思うので、まあ、キョスケオーバークローンして、まあ、祈っとけばいいんじゃないと思ったら、ナイト来たんで、これロケ打たれるっすかね。インフェかな、一旦。これ、はい、ズルします。押し込んでキョスケが入るっていうやつです。いや、マジで、この、キョスケを押し込むのが上手くなるっていう。マジで。これがクローン使いか。よいしょー。いや、ダメージでかっ。やばいよね。入りすぎじゃない？さあ、コウモリが散ったおかげで残りましたね。まあ、ゆっくり行きましょう。まあ、ナイトプリンのスキアイスキのインフェ枯渇みたいなのもちょっとあったんですよね。そう、終盤に登場してた気がするので、まあ、ここインフェで行かれるかな。まあ、行かれるのをね、そう行かせるわけにはいかないんですけど。テスラでしたね。さっき出てましたね、そういえば。あ、これも相手、めっちゃ釣るやつだ。よいしょ。ホバが。あ、でもいい ISP。お？だが残る。さあ、スケブで守れるのも強み。ISP 来るかな？左下にさっき使ったテスラで守る。うん、まあこっからかな。こっからちょっと守っていきたい。さすがに、さすがに負けんやろって思ってる自分がいるんですけど、これ負けます？僕、こっから。うん、テスラがね、まあ、すごい高めな。でもこのテスラを突破したら熱いんですよね。あれ、キョスケがまさかの、あれ爆破入って終わるみたいなやつ。もしかして、もう一回キョスケの、よいしょ。はい、まあこれがホバリングの圧ですよね。ホバで圧がかかってコスト使うと、テク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 キョスケミラー野郎がぶっ刺さってしまうと。いや、マジ別に何もしないですからね。ほんとキョスケ出してホバ出してるだけなんで。いや、でもここ最近ガチで枯渇多いんですよ。まあ今のマッチング見てても分かると思うんですけど、まあ枯渇多いんで、そういった面では枯渇に勝てなかったので、吹き矢だと。このホバになるだけで相性が良くなるっていうのは、あれ、まあ、また同じような。いや、でもプリンウォールブレイカーはレアだな。激レア。
まあコウモリで強敵か。さすがにザップとかないよな。いやマジでわかんないっすね、相手のデッキが。あ、これもしかしてあれか。あ、出た、ペダルだ、ペダル。ペダルっていう海外の人が使ってる呪文がない。呪文がないので、プリンセスとロケットしか、プリンセスと交わっちゃうみたいな。あ、これしたくなっちゃう。呪文がないので、クローンがどうにもできない。終わりです。無双してます。シーズン序盤。これ諦めた、諦めてないのか。そうそうそう。まあ相手ホバリングもきついっすね。マジアチャーとプリンしかいないんで。このホバリングやばいっすよ、マジ。恐怖でしかない、相手からしたら。うん。で、これをね、やっぱ守んないのが、最強の勝ち筋っすね。これもう絶対止まんないっすもん。うわー、やばい。簡単になったな。勝てるときはよ、そう感じちまうんだよな。はい。さあ、無限です。ガチで無限。ファイボに当たってどうなるかっていうところなのに、ファイボすら来ない。さあ、トレーナーウルフさんは遅延スケーラーですね。遅延スケーラーで、まあ最近だとマイティーかスケキンの二択な気がしますね。マルチ上位全シーズン。マイティー型の遅延スケーラー、スケキン型の遅延スケーラー。まあ他いてもバルキリーとかかな。まあ、チェーンスケラぐらいがちょっといい試合できそうですね。うん。他だって、ね、あー、スケキンか。まあ、スケキン、嫌だけど、マイティよりはマシなのかな。どうだろう、ホバにポイズン打たれて、スケバレ単品飛ばすとさすがにキング、わー、全然違ったん。全然違ったからいいや。ホバ出しちゃおう。ファイボかもしれない。ファイボのやつだとちょっとだるい。それはめり込み隊長。いやー、めり込めないか。うわー、トルネイヤーはやばい。いや、でもなんかめっちゃ降ってんだ。いや、これクローン、いや、クローンした方が良かったかな、もしかしたら。さあ、なんだこれは。クローンか。トルネイヤー、いや、トルネイヤーってなんかいいな。トルネコみたいな、かわいい。で、なんだこれは。キョスケスケキン、トルネイヤって何マジで。これはなんだ、何のデッキなんだ。あ、でもトルネイヤ使うってことはホバリングマジで。あ、地獄なんだろうね、これホバ。気づきました。あー、ほら、みたいです。これが早く行って、スケバレの落下がキョスケのバカに当たんないで。あー、ミラーか。あ、マジで。おお、なんか相性良さそうっすね。ホバが、ホバがどうにもできないよっていう顔してますもんね、今んとこ。これでなんか早ぶとかあったらさすがにおもろいけど。うん。で、ここは相手クローンしないでいこう。いやー、いい。相手クローンしないパターンによって、ダメージを稼いでいく。いいね。キョスケこれ一緒やってるだけなんだよ。大体後ろから出すのは全部美味しい。なぜならまとまっていかれてくれるので。さて、ここもスケバレ追加の、いや、ここはなんか光栄も邪魔だし、なんか一回これでぐっちゃぐちゃになってほしいな。あれ、やばいか。さあ、やばいです。なんかいっぱいいます。いっぱいいるけど、さあ、後ろキョスケはこれまたありがたく行くだけなので、で、冷静にウッドで削っていきます。で、おー、いや、たる、なんか5月になんかやられたんでしょうね、マジで。ガチ、枯渇だけは許さんみたいなんで言ってたもんね。さあ、このまま爆破で後ろのザッピは行かれてくれるので、無理はしなくてもいいかなと。あれ、
いやーいいですね、耐えてウッドのダメージで追われるとすごい幸せなんですけど、届けスケバレの落下よ、届かない、いやマジ攻めると怖いんだよね普通に。あでもしなきゃ勝てないんで、よいしょ、めちゃんこ回るの早いです、こう見えて。オーケー、なんかいかついデッキでした。ホバリングがほぼ刺さりすぎじゃない、そう思うと。これもまた吹き矢だったらね、どうだったんだろうっていうところで、まさかの無限に勝ってる。ただ時代はマジでホバリングかもしれないね。なんか最近迫撃ディガーのなんかホバリング入りとかもあるんですよ。マジ多分枯渇とあと巨スケホグ、あ、チェクイロイフグとか流行りの高回転系全部にホバが刺さるんでしょうね多分。刺さるじゃん。あんまり良くねえ香りしてんな、ラバっぽいねマジ。ホバミラーをしたいのでミラーが来るまで、何それ許容。プリンとかありそうだね。おお、これはまあいい、やっちゃう。おお、これもまた、え、これなんでそんな入ってんだ、ホバでも入ってんのか、あれホバでも入ってたっすね多分。あーマジやばいいやーでもいい、今日スケスケ部の受け、やべ、こうホグあれがやばいね、ガゴだっけ、ガゴだよね、ガゴちゃんザップでも使ったもん、ね、うん、いやでもホーバーがきつそうな気もするが、いやーフリーズくる、痛すぎる、イグイな、キョスケダップミニペフリーズザップの、まあ いわゆる族っすよね、うん、形組んでぶっぱ族、結構いいデッキだな、おもろそうだな、フリーズあって、いやフリーズとか見るとマジで、うん、ワクワクしちゃう。さあしかもフリーズザップなので俺の残るのはホバぐらいしかいないっすね、お前出ないっす、リザード来ちゃった、あーこのガーゴがうまいな、マジ、やべフリーズ来る、おっ押し込んで押し込んで、おマジである、あれ攻めザップを使ったんだね、あなたさっき、そういえば、はい勝ってく、ウィザードフリーズザップに勝てちゃう、まあたまたまですけどね、えぐくね、68だ、さっきなら66いたよ、序盤なんでね、なんか強そう、特攻隊長って書いてる、おー、キョスケイ。アスカ選手。うわ、すごい。これ、同じじゃない、仲間来たんじゃないこれもしかして。特攻隊長言うてるしな。よいしょ。あれ、やっぱ全然微妙な黒の。まあ、これ、同じっすね。マジで、普通に。これは全部行かれる、なんかネクロになってるっすね、ジョスケネクロコウモリ、ワンチャン、いや薄いか、全く違うか、さすがに
俺のこのホバがネクロになってるだけとかだったらすごい音も持ちになっちゃうんですよね。そういう攻めもあるんだ。よいしょ。ね、新しい。まあ、ネクロやばいよな。呪文がなんかありそう。なんだこのプロ。マジで。これ以上ないぐらい下手だったね。あ、でもトルネだ相手。呪文が。そうで、柳雨とかはなさそうっすね。まあ、トルネだけなら、まあ、ネクロトルネ、やっぱ厄介なんで、相手のサイドと毎回同じじゃなくて、これ逆行きたいっすね。そう、まあ、こっちでちょっと雰囲気戦いつつ、しれっと逆行きたい。うん。相手もしれっと逆行きたそうだ。いや、だからしっかり守ってきたな。俺の逆行きたいプレーン、プランネクロはマジやな。うん、いや、うまいですか。冷静すぎる対処。さあ、どっちがチンパンオブザイヤーを受賞できるのかっていう話。俺が欲しいよ。いやー、コウモリいい味出してんな、マジ。痛い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 。入りすぎ入りすぎ。いや、マジネクロ最強かよ。なんでこんないい試合してんのかもわかんねえ。負けました。特攻隊長に突撃された。時代はクローンってことですかね。はい、皆さんもぜひやってみてください。キョスケクローン、キョスケクローンですね。まあ同じような感じですね。はい、ということで、お疲れちゃんでした。またね。